こんにちは。こんにちは。ゆらかさん、はい、あの内川選手にインタビューされてた時に、はい、内川選手が、うん、このピッチャーのこの球種は嫌だったっていう、そう、これだと思った、ね、そう、早めこれだと。いやいや、企画とかいろいろ立てるじゃないですか。はいはいはい、いろんな企画を立てていってるんだけど、はい、あ、確かにこの人のこの球種だけはすごかったなっていうのが、はい、やってなかったなと思って。そうですね、やっぱりいろんな人と話すっていうのは、はい、いろんな情報が落ちてるからいいですね。いいネタの宝庫ですね。そう、はい、晩飯一人で食う時多い？あ、少ないですね。少ない、はい、お前あんまり情報と取るよりも、はい、インスタとか、うん、ツイッターが必死で、うん、あんまり情報取らないでしょ。だってほら、私情報番組やってるんでニュース読むし、あとトレンドもやるし、いやいや、あ、結構そうですよ。だから今何が流行ってるとか、違う違う違う、ニュースとかも出来上がってるじゃん、うん、そうじゃなくて、うん、新たなニュースだよ。あ、新たな、だからそうです。それはなんか人と接することによって得られるという、はい、だから一人で飯食っちゃいけないんだよね、前から言ってましたもんね。そうそうそう、だ誰かしらね、やっぱ違う角度でネタ持ってる、うんうんうん。でも今回はやっぱ内川と話した時に、はい、嫌なピッチャー3人挙げてくれって言ったら、はい、嫌なピッチャーじゃなくて、うん、球種でいいですかって言い出して、し、まあ、その前に動画出てるけど、はい、そういえばこういう企画も面白いなと思って、確かにみたいな、うん、だから豊さんのでちょっとこれやっていきましょうよ、うん、今私つらっとなんか唐突じゃない、はい、いや、その流れでじゃあ豊さんは、まあね、嫌なピッチャーとか言いましたけど、ピッチャーを球種別にちょっと挙げてみましょう。この人はすごかった、ね、はい、まず豊さんの時代のその球種って、はい、それ時代じゃないと分かんないよね。金田さんとは対戦してないからね。まあまあそうですよ ね、 ね、とか今すごい種類あるじゃないですか。昔でストレートとカーブやろお前どんな野球やろそりゃたまにいたよ、まっすぐとカーブしか投げれない、投げない江川さんとかいたよ。いたよ、いたけど、みんなやっぱり抑えるために、はい、まあ変化をしてるよね。何種類ぐらいありました、豊さん当時？まあ多いピッチャーで、まっすぐ、カーブ、スライダー、うん、まあ縦スラとか、うんうん、シンカーとか、チェンジとか、まあシンカーっていうのは今のツーシームみたいな感じですね、はい、あとはフォークとか、はい、パームとか、あ、結構結構あるよ、ね、俺あるよ、お前人バカにしてたな人化石みたいなのあったりしてしてない、してない。じゃあまたこういうこときつく当たるとさ、うん、いえ、セクハラだとかさ、うん、バーハラだとか言って行きましょう、それさておき、どこ行くんだよ、あっちの方向。そうだ、はい、まずストレートから、はい、行きましょう。ストレート、このあーピッチャーのストレート嫌だったな、うちの方。あのさ、平松さんとかさ、うん、エナスさん、はい、まあ平松さんは紅白戦、うん、エナスさんはオールスター、はい、とかで当たったんだけど、やっぱ品があるよね、あの回転がいい、うん、だけど威力とか総合すると、うん、やっぱ江川さんだな。江川さんのストレート、これはやっぱり見事だったよ。それはなんで出ないんですか、江川さんのストレートって。まあ、下手くそだったからね、俺は。あ、こちらさんいや、そういうことではなくて、ね、そういうことではなくてね、やっぱ力がある、余力がある。あ、それ球速も、球速もそう。それは力的には斉藤正樹とか、はい、ああいうピッチャーもあったけど、まあ、牧原もね、だけどその回転とか、はい、いろんなことを総合すると、やっぱ江川さん、コントロールとか。江川さんは学生の時は対戦は、学生の時はなくて、はい、でただ1年の時にお会いしたんだよね、1年4年で、うん、江川さんが4年生で、それで駒沢グラウンドで、あの日米野球のセレクションをやった時に、うん、江川さん初めて見た時に、はい、江川さんがブルペン入ったって、うん、で駒沢の1年生が手伝いでキャッチャーとして来てて、うん、江川さんが取れるかとか言ったのね、はい、野球やってんだよ大学まで来て。そうですよね、うん、で、はい、取りますよって、なんか舐められてるじゃない言い方が、はい、キャッチャーもね、そんなこと言うんだと思って、うん、あ、そう。で江川さんが一球ピッと投げたら後ろバーンって反らしたからね、弾いたんですね、うん、うわ、やっぱそのぐらい想像を絶するぐらい回転も伸びもやっぱ良かったんだろうね、はい、昔からなんでしょうね、江川さんじゃ。だからまあ、まっすぐはやっぱり江川さんかな。まっすぐは江川さん、うん、じゃあ次カーブ、カーブ、はい、カーブの使い手はたくさんいたけど、はい、当時ね、うん、牛島、牛島、はい、牛島で阪神にいたキーを、はい、
この人はまあ両方右投げなんだけど、はい、右バッターがカーブ投げられたらこうやって避けてたからね。そのぐらい、そのぐらいカーンと大きく曲がって体からポーンと落ちてくる。すごいですね。ただ牛島は肘の関係であんまり多投しなかったんですよ、はい、でカーブがいいなっていうイメージがあったの、うん、フォークよりも、はい、牛島のね。でカーブの時は必ず見逃すの、うん、こう打ちに行って、はい、で、あ、狙われてるよみたいな、うんうん、そういうこっちをポーズを取ってこのカーブは絶対打てないと思ってたから、だからそういうパフォーマンスをしてた。ああ、こっちの戦略ですね、豊さんが。ただキーも良かった。同じようなカーブだった。右バッターの体のところでポーンと抜けて、はい、そこから落ちてくる。うん、だからどちらかというとやっぱ牛島の方が良かったかな、ね、牛島さん、うん、牛島の方が肘の関係で多投はできなかったけど、はい、このカーブは打てないと思った。そうですね、ああ、これはすっごい綺麗だった。じゃあきっと他の選手もそう思ってたかもしれないですか。可能性あるね。そうですね、うん、じゃあ続いて、はい、フォーク。フォークはね、やっぱ後ろから見てるとやっぱ遠藤さんだった。あ、そうなんですね。ああ、遠藤さんのフォーク、フォークだけ投げときゃ絶対抑えられるのに、はい、スライダー投げてホームラン打たれるの。もうね、ケツ蹴りに行った時あるの。なんでフォークで行かないのって。行ったんですか。でスライダー投げてホームラン、うん、ほらなんでみたいな、うん、何が起こってんの、うん、なんておっしゃってました。フォークばっかり投げれないんだよとかって怒られたけど逆にね、逆に怒られた。遠藤さんのフォーク、遠藤さんの報告はやっぱ特別だったと思うよ。そうなん、まあ、そうですよね。だからまあその後守ってた、はい、あの佐々木、はい、その後に出てくるのが、うんうん、で佐々木もフォークは絶対打たれないと思う。まっすぐでとにかくファールで粘らしておいて、はい、フォーク投げたら終わるなと思ってた。そのぐらい高低差がすごいんです。すごい。だからこうやって守ってたらフォークのサインが出た、あ、もう絶対飛んでこないと思ってた。心強いですね。心強い。やっぱ三振を取れるピッチャーって心強い、はい、ですね。まあその中でも、まあ、例えば牛島もフォークのピッチャーだったんだけど、はい、でもやっぱ遠藤さんとか、はい、まあ、対戦はあんまりないけどね、紅白戦とかしか、まあ、佐々木とかのフォークっていうのはやっぱ格別だったの。そうなんですね。対戦はしてないけれども味方として後ろで守っていて、そう感じたって。いやだからフォークのサインって言ったらもう飛んでこないっていう感じがしてたの。空振りするって思ってたの、うんうん、すごいですね。心強かった、その2人はね。ですね、あそこはじゃあ対戦はしていないけれども遠藤さん、佐々木さん、まあ忖度すると佐々木だな出てくださったから。そうそうそう。でまたね、次回も出てくださる約束したし、じゃあ忖度でもまあ先発ピッチャーとしたらやっぱり遠藤さんのフォークっていうのはすごかったよね、うん、で抑えて出てきて追い込んだ時の三振の確率ってもう佐々木ナンバーワンだよね、うん、はい、忖度で、じゃあ忖度さんで、はい、スライダースライダー、え、スライダー、スライダー言い方違うんじゃない、スライダーオッケー、レッスライダー誰だと、スライダー、うん、誰ですか、誰、今豊さんの時ですよね、うん、スライダー、そう、 I don't know I don't know I don't know、 やっぱ牧原、あ、牧原もすごかったけど、はい、ただ20勝した時の北別府さんのスライダー、この2人だね。ただ、はい、北別府さんのスライダーって、はい、その20勝を境にした時を境にちょっと曲がり幅が大きくなったんだよね、うん、そしたら打てるようになった。その20勝の時のスライダーって打ちに行ったところからスッと曲がるの、全部詰まるんだよ、それどうやったらこう打てるんだろうっていう悩みが一つ生じたスライダーだった。それが20勝、でも20勝を超えてからちょっとスライダーが大きくなったんだよね、うん、なぜか知らないけど、うん、それから打てるよね。お、逆にタイミングみたいなのがつかない、うん、そう、合うようになって。ただ牧原が篠塚さんから握りを教わったって言うんだよね、はい、こうやって握って投げたらスライドするよみたいな、篠塚さん、うん、はい、それがね、本当の横滑りのスライダーなんだよ、うん、それも速いんだよ、はい、だからあのスライダー、牧原のスライダーは良かったね。実際にやっぱり
打ってなかったら打ちづらかった。打ちづらかった。当たるんだけど前飛ばない。飛んだら詰まってるとか。はい。そういう感じだった。だからやっぱり負けアナのスライダーはちょっと手こずったな。じゃあここはどうします、牧原さんにしますか、それとも20、まあトータル的に言えば牧原だね。はい、うん、続いてシュートです。シュートは誰だと思う？分かんないシュート、シュートって言ったらもうこの使い手は西本さんしかいないでしょ。あ、巨人の、うん、はい、あの足上げてね、うん、はい、球速がちょっと落ちるんだけどさ、そんなに速いシュートじゃないんだけど、まあシュートといえばカミソリシュートの平松さんだけど、はい、残念ながら、うん、当たってないからね。あ、うん、対戦してないっていうことですね。はい、カミソリシュートね、平松正史、はい、ね、これはもう伝説に残るシュートだけど、はい、当たってないからちょっと分かんない、はい、まあその後に来たのはやっぱり西本さんだ。でも西本さんのはコーナーに来てから曲がるシュートは全部ボールなんだよ。それを追っかけるから凡打になるんだけど、目付けを真ん中にしとけばそのシュートは打てた。あ、じゃあ打てたってことですね。それ嫌いじゃなかった。嫌いじゃなかったけど、それを掴むのにやっぱ時間がかかった。やっぱ追っかけるから。あ、こっちのボールにね、うんうん、だからそれを追っかけないだろうと思ってから、まあ半年ぐらいかな。でもそれでも半年で対応して、でもそれを気にしてたらこっちどんどん来るしさ。ああ、そういうことですか。でも強調づける球種ではあったよね、うん、混乱させるバッターを。だから右バッターのすごい嫌だったけどね、シュート。まあ左バッターだったから良かったけど、うん、はい、食い込んでくるボールじゃないからね、うん、そして進化、進化は山田久志さんとちょっとやったことあるんだけど、オープン戦とかで、はい、あれはなんか重いんだよね、打ちに行って。スッと落ちるんだ、ボールが全く上がらないという上に。もともと進化ってやっぱそういう、まあそういう球種なんだけどね、はい、だけど上がらないんで重くて。え、ボール重いんですね。重い。森藤がこうやってバットで持ち上げるぐらい重い。何をですか、私自身も。分かる。あ、相当じゃあ重いんでしょうかね。重い重い。だってやっぱ打席でバットで、はい、まあ40ちょっとしかないでしょ。40ちょいですね、はい、嘘つけかも。本当です。本当、はい、それを持ち上げるって大変な作業。うん、殺せみたいな感じでしょうね。そうそうそう、はい、持ち上がらない。オープン戦の時で、オープン戦でですよね、うん、じゃシーズンだと相当ね、パリーグでだったでしょうね、うん、きっと、うん、じゃあ進化は山田久志さんいいですか、はい、はい、でチェンジアップ、チェンジアップはそんなに俺苦手じゃなかったんだよね、はい、どちらかというと得意な方だった、うん、で沈みもしない、球速が変わるだけでしょ、はい、それ体が流れても当たるから、うん、そんなに嫌じゃなかった。あ、そうなんですね、うん、だから使い手として、はい、っていうのはなかなかないよね。お、じゃあ豊さんはここチェンジアップはいないですね、当てはまらないですね。でもチェンジアップって言えば、うん、なんか星野伸之、全部がチェンジアップみたいだもんね。あ、そうなんですか。遅いんだよ、球が。まあまあまあ、球が遅いけど、そこの中で変化を加えてくるからさ。それって打ちやっぱ打ちづらい。いや、打ちづらいんだよ。俺がパリーグ行った時に当たったんだけど、あ、やっぱ勝てるピッチャーなんだけど、球速がなくても、うん、そういうところで変化をさせてっていう。だからまっすぐ、フォーク、カーブ、まあ、大体この3種類で組み立てて投げてきたんだけど、うん、一番フォークとまっすぐの違いが分からなかったピッチャー。打ちに行ったら、あ、フォークだったんだって。打ちに行ったらまっすぐなんだって。あ、すごい、うん、だから全部遅いから。そうですね、そうでしたね。だからあれみたいな、ちょっとタイミングが合いにくかったっていうのがあるね。あ、じゃあ相手上げるにはやっぱチェンジアップを、じゃあ星野、まあチェンジアップというか、まあ、トータル的なチェンジアップというか、はい。で一番これその中で一番嫌いだったピッチャーは白竹、はい、ちょっと待ってください。何も一人も出てないけど。出てない。いや、白竹はまっすぐもスライダーも何もかも合わなかった。白竹さんは、ちなみに球団どこちらだったんですか。カープ。カープの、うん、へー、後にロッテ行ったかな。はい、うわ、もう絶対嫌だ。もう止めたバットぐらいしかヒット打ったことない、試しがない。振り向いたのないんですか。いや、振れないんだよ、合わないから、タイミング、うん、
だからツーナッシングから絶対まっすぐで外してくるなと思って、もうこれ1位の3でもうクソボールでもいいから打ってやろうと思って、打ったのがホームランになったのはあるけど、はい、他全くあ、そうなんですね。この中の名前には出てこなかったですけど、そのトータルしては知らなかったです。全く嫌だ、相性悪かった、ね、相性クソ悪い。ユタカさん、でもユタカさん以外で打ってる方って今、いや、他のピッチャーコンコンって言った、他のバッターは。ユタカさんだけが苦手だった。達川さん笑ってたから、お知らだけだと思って守りながら、スライダー一系の教えてくれたの、わざわざ打てないと思って、打てない、うん、でスライダー来るんだ、打てない、タイムがどうやったって合わなかった。ちょっと私 YouTube でその豊さんとその白竹さんの対戦とかあったら見てみたいです。どんなタイミングだったんだろうって。当時 YouTube もなかったからな。画像でどっか上げて残ってたら、いやだから前打席前に立ったり後ろに立ったり、ちょっと離れて立ったり、もうありとあらゆることやったよ、ちょっとバット短く持ったり逆に長く持ったりとかさ、いろいろしたけど全く合わなかった。最後どうやってそういう時もう最後は諦めるんですか。いやもう最初から諦めて合わないのか。もうどんなもう相性だろうね、うん、どうやったってこれ結婚したら離婚するなんてそんな相性だ。それはもう頑張ったってしょうがないってなりますね。頑張ったってさ、頑張るだけ無駄だから、ね、まあそういうピッチャーでも、まあ、ストレートイラブとか、はい、ね、そういうことも対戦したし、カーブもいろんなピッチャーが投げてて、はい、いろいろ素晴らしいピッチャーみたいな、ね、まあ名前は出てないけど、はい、でフォークでも、まあ、野茂とかも、はい、俺もパ・リーグで対戦してるけど、はい、まあ、確かに良かった。でも対戦が少ないからね。あ、そうですね、うん、だからまあそういう意味ではセ・リーグにちょっと偏った傾向があるけども、はい、だけどやっぱ今出した名前の人たちはやっぱそれなりにスペシャリストだった ね、 そのボールもね、はい、面白かったです。ね、今度またゲストでいろんな方いらしたらこういう聞き方しても面白いかもしれないですね、バッターの方に。まあね、これ結構ね、頭使う、考える、前もってこういうこと聞きますよって言っとかないとなかなか出てこない。あ、そうなんですね。ちょっと今フル回転してます。もうぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる、よかった、疲れちゃう、そうなったかな、はい、